コンコード、コンコード、EN、コンコードは、アメリカが州国カリフォルニア州、コントラコスタ軍にある市で、同軍で最大の都市。人口は122,067人、2010年国勢調査で、サンフランシスコ米エリアでは8番目の規模である。1869年に、トドス・サントスによってサルビオ・パチェコとして設立され、数ヶ月後に、コンコードに改名された。 サンフランシスコから四十七キロメートル東に位置しており、郊外のイーストベイ地域の主要な都市である。ディアブロ山の北にある谷には、ミゴク族が住み着いており、山地からサンフランシスコ湾へと流れる無数の川で魚を取ったり、エルコを狩猟したりしていた。七百七十二年、スペイン人探検家がこの地域を訪れ始めたが、定住はしなかった。 1834年、ディアブロさんのふもとにあったランチョ・モンテ・デル・ディアブロが、メキシコからサルビをパチェコ払い下げられた。パチェコの主導により、コンコードは1869年に、トドス、サントス、すべての聖者たちという意味として設立された。1872年には、郵便局が開設された。19世紀には、かつて活況を呈した、パチェコが、 火災や洪水で荒廃し、ほとんどの住民がコンコードに移り住んだことで有名になった。コンコードは1905年2月5日に法人化された。コンコード周辺には、イグナシオバレーとクレートンバレーに囲まれた広大な農業地帯が広がっている。どう、クルミ、アーモンド、小麦、牧草、トマトなどが栽培されている。禁酒令が敷かれた時代、園の多くは、 クルミの果樹園へと変わった。第二次世界大戦中、海軍の貨物船に積まれた弾薬が爆発し、多数のアフリカ系アメリカ人が犠牲になった大事故が起きた。1944年7月17日の夜に発生したこの大爆発で320人の水兵と民間人が死亡した。爆風は30マイル以上先にも届いた。 その後258人のアフリカ系、アメリカ人水兵が弾薬を積み込むことを拒した。海軍史上最大の反逆の始まりであり、50人が有罪とされた。後に最高裁判所判事となるサー・グッド・マーシャルは、軍法会議のほとんどを傍聴し、偏見が生じていると告発した。コンコードは、サンフランシスコの 47km 北東。 オークランドの 35km 北東、サクラメントの 105km 南西、サンノゼの 82km 北に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によると、地域全面積は30.5平方マイルで、全域が陸地である。ダウンタウンの中心となっているのは、トドスサントスプラザで、一つの外区を丸ごと含んでいる。ファーマーズマーケットや夏のコンサートなどで知られ、 周りを多くの飲食店に囲まれている。ダウンタウン周辺地域の大半は近年再開発された。公共交通を利用しやすい立地を活かし、新たに分譲マンションなどが建てられた。にもかかわらず、ダウンタウン地域では未だに犯罪やホームレスが問題となっている。ダウンタウンの東側、北側は古くからの住宅地で第二次世界大戦前に建てられた家が多く残る。 市の北端は主に工業地域で、さらに北、地域には入っていないには、テソロ石油のゴーデンイーグル製電所がある。市の南東部は、クレートンロードに沿って、主に1960、70年代に開発された住宅地が広がる。市の南西部、モニュメントブールバードとオークグローブロードの交差点周辺の方向ーーナーズという地域には、ラテン系住民が多い。市の西では、 プレザントヒルとミヘンニュー地域のパチェコ、南ではウォールナットクリーク、南東ではクレートン、北東ではピッツバーグとミヘンニュー地域のベイポイント、北ではミヘンニュー地域のクライドと、それぞれ接している。市の北西にある群長所在地のマーティネズとは、ギリギリ接してはいないものの、ほとんど隣接している。コンコードは、欠片の気候区分で高温下基地中海性気候。 に属している国立気象局が市に設置している観測所のデータによると1月の平均気温は最高気温が摂氏14度、最低気温が摂氏5.3度である。7月の平均気温は最高気温が摂氏31.0度、最低気温が摂氏14.6度である。気温が摂氏32.2度を超える日は年間で平均45日。 摂氏0度を下回る日は平均3.8日である。歴代最高気温は2017年9月1日に観測された摂十43.3度。歴代最低気温は1998年12月23日に観測された摂四4.4度である。年間平均降水量は465ミ、mm、リメートル。降水日数の年間平均は57日である。 降水量が最も多かったのは1995年の6 7 6 1ミリメートル、最小は2007年の2 6 8 5ミリメートルである。1ヶ月の最多降水量は2005年12月の2 9 9 5ミリメートルで、同年12月31日には24時間で1 0 0、mm、ミリメートルの降水量を記録した。一課は2010年の国勢調査による、 人口統計データである。コンコードは40年にわたり、主にサンフランシスコやオークランドのベッドタウンであったが、ここ最近は市内での仕事も増えてきている。市内にはラウンドテーブルピザの本社があり、シェブロンやバンクオブ、アメリカなどサンフランシスコベエリアと強いつながりを持つ企業がコンコードにバックオフィスを受けし、地域経済を多様化させている。 1967年にオープンしたサンバレーショッピングセンターは当時屋内型ショッピングセンターとしては世界一の規模を誇っていた。その他コストコやフライズエレクトロニクスといった店舗もある。市の包括的年間財務報告書2012年版によれば市内の大きな雇用者は以下の通りである。市の北には1942年に開設された。 コンコード海軍武器庫がある。第二次世界大戦中は武器の貯蔵庫として機能し、ポートシカゴにて船に積まれた。ベトナム戦争から湾岸戦争中にかけて、東南アジアや中東へ数千トンの武器を積み出した。武器庫は二つのエリアで構成されている。内陸エリアは 21km の広さで、コンコード市内に入っている。 海側エリアは3 1トルの広さがある。軍事活動の方針が変わったため、内陸エリアの一部は操業停止になり始め、1999年までに武器庫には最小限の部隊だけを配置するようになった。2007年、連邦政府は武器庫の内陸側を閉鎖すると発表した。海側エリアはまだ閉鎖される予定が決まっていない。海側エリアは、 陸軍配備流通コマンドに移管され、現在ミリタリーオーシャンターミナルコンコードとなっている。市は跡地を再開発する計画と、大部分を空き地や公園とする計画を検討している。このテーマについて市は多くの議論を重ねており、どの計画も海軍からの承認を得ることが必要となる。1995年までコンコード駅はバートの東の終着駅であった。 あとにピッツバーグ、ベイポイント駅まで延伸された。カウンティコネクションは、コントラコスタ郡内の各地を結ぶバスを運行ている。ノースコンコード、マーティネズ駅から、マーティネズ市へ至るバス路線がある。市内の大通りは、ウィローパスロード、コンコードアベニュー、コンコードブールバード、クレイトンロード、モーニュメントブールバード、イグナシオバレーロード、オークグローブロード、 トリートブールバード等がある。コンコード市内にあるブキャナンフィールド空港は、コントラコスタ軍が所有する公営空港である。現在定期的な旅客輸送は行っていないが、過去にはアメリカンイーグル航空、ウェストエア、パシフィックサウスウエスト航空、後に US エアウェイズへ引き継がれるが就航していて、ロサンゼルス国際空港への定期便もあった。 コンコード市の日刊紙は、ウォールナットクリークに本社を置く、ベエリアニュースグループイーストベイ、デンバーのメディアニュースグループの参加が発行する、イーストイタイムズである。当初は、ディーン・レッシャーの家族により運営され、発行されていた。ディーン・レッシャーが1993年に亡くなってから、新聞は、複数のオーナーによって所有されてきた。週刊のコンコードトランスクリプトしも、 と近隣のクレートン市で発行されている。コンコードはサンフランシスコベエリアの多数の高出力ラジオ局の電波が届く範囲に含まれる。サクラメントのラジオ局からの電波も受信できる。KVHSFM90.5 ザエッジはクレートンバレー高校の生徒によるラジオ局である。コンコードと周辺のプレザントヒルウォールナットクリークでは KKDVFM92.1 を受信できる。最新のヒット曲から過去数十年間のヒット曲まで幅広くミックスしている。コンコードではサンフランシスコやサクラメントサンのゼの主要なテレビ局からの放送を視聴できる。球場部に遮られるため市内の大半の地域では地上波放送の受信は難しい。コンコードで唯一のテレビ局。 KTNC は2017年に行われた連邦通信委員会の周波数オークションから撤退した。コンコードはマウント・ディアブロ統一教育学区、マダスドの区域に入っている。1901年に開校したマウント・ディアブロ高校には4つの専門家庭がある。クレイトンバレー高校にも有名な専門家庭があるが、マダスドには属していない。カトリック系のデラサール高校は、 男子校、カロンデレット高校は女子校である。デラサール高校のアメリカンフットボールチームは1992年から2004年にかけて151連勝の全米記録を打ち立てた。この間、カリフォルニアノースコースト選手権で12回優勝した。2014年8月、デラサール高校の151連勝からその後に至るまでを描いたハリウッド映画、ウェンザー。 ゲームスタンズ通る、砲台、コーチラドスールム敵と呼ばれた男が公開された。コンコードには、カリフォルニア州立大学イーストベイ校のキャンパスもある。コンコード高校は2010年の北カリフォルニア男子2部、アメリカンフットボール選手権で優勝した。イグナシオ・バレー高校は1987年の北カリフォルニア男子1部バスケットボール選手権で勝ちした。 コントラコスタ軍図書館システムのコンコード図書館がコンコード市民センターに隣接した場所にある。市ではコンコードジャズフェスティバルを毎年開催している。1999年に買収されたコンコードレコードは市に拠点を置いている。ジャズミュージシャンのデーブ・ブルーベックはコンコードで生まれた。2006年にはコンコード高校の隣コンコードブールバードに面した場所にある公園が 彼の名誉を称えてデイブ・ブルーベック公演に改名された。コンコードにはドラム校インターナショナルダシーの大会で18回優勝の実績を持つブルーデビルスが拠点を置いている。ブルーデビルスは世界中から才能のあるミュージシャンを集めているドラム校である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。